ケーシング外見グレーマリンはディーゼルエンジンのシリーズ。パッカード車製、ガソリンエンジンと並んで第二次世界大戦でのアメリカ海軍集定の活躍の立役者とも称される。1930年代末、ゼネラルモーターズディーゼル部門の主力機として開発されたのが GM モデル6から71であった。これに白用の減速機を組み合わせたのが グレーマリン6から71であった。基本モデルは直列6気筒の2ストローク機関で圧縮比は18.7、1、ボア計、ストローク長は 108mm、127mm であった。重量は 991kg、寸法は長さ 137cm 幅 74cm 高さ 104cm であった。出力は、 上用で165馬力、最大で225馬力を発揮できた。本機は第二次世界大戦中のアメリカ海軍で愛用されており、60フィート以下の各種支援船や小海底の主機関はほぼすべてこれに統一された。また特に上陸用集艇では多用され、LCVP では1機、LCM では2機、そして LSSL では、 主機関として8機搭載した上に発電機用としても2機が搭載された。これによって戦時中の生産総計は10万台以上に及び量産効果や部品の確保などに多大な恩恵があった。戦後も各種交通艇や監視艇、検疫艇など民生用も含めて世界的に広く活用された。海上保安庁の15メートル型港内艇は アメリカ軍の放出品を再生して搭載したが、目立った故障もなく、予想以上の高成績であった。また派生して、V 型エンジン版なども開発され、最大のものは、V 型16気筒で、2380馬力の出力を確保していた。しかしオンストローク機関と比して、スーパーチャージャーやインタークーラーの効果が薄いこと、自動噴射弁の頻繁な不具合などから陳腐化が、 指摘されるようになり、1995年夏に販売を終了した。ありがとうございます。